イエース時間のおにむしこと沢茂です今日もベーシックインカムの考え方についてシェアしていきたいと思うんですけどベーシックインカムが一体どういうものなのかっていうのは前,前回話しましたしベーシックインカムで実現したいこの世の姿 この日本をどういうふうに一体していきたいのか、これは前回お話ししましたということで、じゃあ最大の問題って2つありました、1つは財源はどうするのか、そしてえ働かなくなる人がいなくなっちゃうのか、まず財源の方についてね、今日はやっていきたいと思うんですけど、これこそが私の考える解決策なんですけれども、それがえク,リクリプトグラフィー・ベーシック・インカムということで、ですねあの暗号通貨。 って今言われてますけれども、まあ、要は仮想通貨とか、ね、あの電子マネーとかって言われてますけど、あのブロックチェーンの技術を中心としたこの仕組みを使うことによって、えお金半減期付き貨幣制度、つまり1ヶ月、うん、そのお金の、ね、ものによってあの違うんですけれども、1ヶ月とか3ヶ月とかでその価値が半減してしまう。 まあつまりまあ3あの20万円のお給料をいただいたとしたら1ヶ月以内にこの20万円使わないとえ価値が半分になってしまいますよ10万円になってしまいますよつまり10万円がえ羽が入って税金になってパタパタパタって税務署に飛んでいってしまいますよっていうお金を設計するってことなんですね。えー、何それそんなんできるんですか、ね、今は現金とか、ね、そういうい であのカードとかだからそういうのできないんですでもこれが電子マネーになったらできるんですねあのお金の,あのこ,うこの半減期がついてこの時間が来たらこれが減ってしまいますよっていうのを管理する世の中ってことですえー、そうするとどうなんのって何心配しないでください今も我々はそういう社会制度の中にいるんですねつまり 我々の使っている日本円も半減期付き、えー、開閉制度だというお話をしました。つまりどういうことか、80年経つとあの子どもがおぎゃって生まれてから死んで相続税が発生する相続税の時はざっくりですよ、まあ、人によっては、ね、もっとあるかもしれないですけど、まあ、半分くらいが税金になって帰るわけですね。これが何の確率で人が死ぬというのが計算されていますので、このくらいの税収になるというのが分かっているわけですね。でもその70年、80年というスパン、長すぎて、ね、お金を使おうというインセンティブにならないんですね。でも1ヶ月で 入ってきたお金が1ヶ月以内に使わないと半分になっちゃうんだったらそれ全部使いましょうよだって次もまた必ず入ってくるんだから何も心配することないんだから。 心配することがないということがえ安心安全を作り出して我々が冒険することができるんですね心理学では有名な話ですけれども安全地帯がない人は冒険できないんですね子どもが元気に暴れ回ることができるのは家庭に帰ってきてお母さん寝るお父さん甘える場所絶対安全だと信じれる安全地帯があるからなんですねその安全地帯を 全員に作る、それが今ねだ、何に恐怖してますか、命の危険に恐怖するってこと、今、この世の中でほとんどないですねこの特に日本に限っては。あのじゃあ、何に心配してるんですか、そうです、お金なんです、あのまた明日食うに困ったら、明日病気になったら、明日骨折したら、えーまあ、なんかとんでもないことが起きて、この収入が入らなくなったら、その心配がない世界。 昔、アダムとイブの世界ですよ、あのその辺にある、ね、木の実を食べていくらでもなくなるので、特に日本は、ね、あの水がどこでも湧くこの安全な地域なんです。だから我々は文化とか、ね、安全なところにしかその心配のない、要は無駄をしてもいい、お金にならないことをしてもいい社会でしか文化とか、ね、その高度なあの知,知的な考えとかその哲学とかそういうものは発展しませんので、ね、そして全員がそういう世界になる。これが、えー、実現されるわけです。それで半減期付きがつくと、ね、あの一体何が起こるかってね。 要はあの半減期がががないいものの価値が相対的に上がっていくんですつまり土地とかあの莫大な動産とかですねこういったもの不動産とか動産とかそういったものにあの、まあ、具体的に言うとお金が流れていく同じ100万円が半減期がないものと半減期があるもので価値が半減期がないもののほうの価値が上がってきますねこれによってこう意図的に、ね、バブルを起こしたりこの国の富の相場を増やしていくことができるんですそして何よりもお金が入り続けるということは使い続けるということですから使ったお金がまた回ってくるわけですねそして したら皆ささん全員副業をやってくださいつまり稲森先生がおっしゃるようなアメーバ経営の最終体系これは全員が個人事業主になるっていうよ中です、ね、あの今はなんか経営者がいて従業員がいて従業員が3000万円稼いだらその人の給料が1000万円になる、まあ、そういうようなこの社会制度ですね全員が事業個人事業主になってください全員がマネーリテラシーをつけてください全員がお金にいや人生に対してこの日本にどうやって自分が寄与していくのかっていうのに価値を持ってい あの感じて、自分が考えて行動していくようなそういう世の中を目指したいんですねで、そういうふうにやって、個人事業主になる副業をやる、本業をやってもいいですよ、そして副業をやったら、このベーシックインカム以上のお金が必ず入ってくるようになりますね、そうしたら、ベーシックインカムの中から税金が出るんじゃないんです、ベーシックインカムの何倍もの、えー、お金に対して税金がかかって、あの税金というのは、ね、お金の所有権が変わったときに発生しますからね、その所有権が変わる、つまり価値の交換を行う、これをやり続ける。 とこころが、えー、このミなんですそして、じゃあ強い国とは一体何なのか強い国ね、お金の価値が高いとは一体どういうことなのかそうなんです、あの貨幣の交換例とか高いとか低いとかっていうのはそれは結果であって、その1人当たりの価値の生産性が高いってことなんですね、それはすなわち価値の交換をやりまくるってことなんです、今と反対ですよ。今は価値のの交換をななるべくしないようにに自分のとこに 蓄えて、蓄えて、蓄えて、そしてあの死んだり、会社があの危機になった時に初めて払うみたいなですね。そうじゃないんです。常に払い続ける。ね、もらったからあげるんじゃないです。あげて、あげて、あげて、結果、返ってくるんです。こういう世の中を目指してみたいと思いませんか私を目指したいんですね。あげて、あげてとていうことに、どうやったらあげて、あげて、あげられるか、それは必ず入ってくる。必ず次、こんだけある、ベーシック、何の心配もない。私は冒険だけすればいい。あなたの仕事は冒険だけすることです。 そういう社会を目指していく。そうしたら、副業をやって、自分のベーシックインカムの何倍ものお金が回り続ける。なぜならば、そこら中にお金が余ってて、使いたい人たちがいっぱいいるからですね、私が絵を描いたら、ね、今は1000円でも買ってくれない人もいますけれども、私が絵を描いただけで1000万円入ってくる。そういったような世界っていうのが、これがみんなに行われるわけです。価値の交換をやろうよ。どうぞ私があげます。こういう社会にしていくことが、 その国を強くする、つまりその国の相対的な貨幣の価値を上げていく、それは何回お金が循環したかで決まるんです。ある単位時間の 中で何回お金が循環したかでその国の貨幣の価値が決まっていくんですお。あの国の貨幣の価値は高いね。それは何回その国の中とかその人が富の価値をある単位時間以内に行ったのかそれが国民性を生産ですよね。つまりなどんだけお金があるかじゃないんです。何回交換したかが意味あるんです。そして交換を強制的にしなければいけないという社会を1回作ったらみんなが喜び悲んでどんどんこ価値をけ 交換するような、えー、そういう考え方になっていくんですね。これを私は実現したい。もし危険だ、危ない、心配事があってあるんだったら、そういうトックを作ってやりましょう。そこのトークの中で一気に爆発するんですね、経済が。そしてそれを見た周りの、えー、地方自治体とか、そういうトーク以外のところがですね、私も私もって言って、その輪が広がって、それのが1億人を超えてきた段階、ここで、 ものすごいことが起こるんです。1億人の壁を越えてなったときにその経済が爆発するんです。さて皆さん、私と一緒にこの未来を作っていきたくありませんかはい、一緒に作ってきいきましょう。我々です。私がやるんだないんです。みんなでやるんです。みんなでこの考え、この日本を良くしていきたいと思うんです。それでは今日も私のこのベーシックインカムに関する考え方をシェアさせていただきました。みんなでやっていきましょう。面白いですね。面白い未来が待ってますよ。イエーイ